皆様こんにちは、阿波踊りの天狗連と申します。はい、我々はですね、東京は高円寺、から今日参りましたというところですね。皆様、阿波踊りご存知ですかね。夏のちょうど今頃、お盆の時期にですね、お盆は徳島で、みんなこの阿波踊りを踊り来るという、感じです。我々も実はですね、今日これ終わりましたらその足で、踊り狂いに、徳島まで行くわけですが、はい、そんな感じでね、踊り狂った後帰ってきて、次の週、その次の週、今度は高円寺で、8月の24、25ですか、踊り狂うわけですけれども、ここにいる皆様はもうもちろんね、24、25は、高円寺にいらっしゃると思いますので、はい、その時までにですね、今日皆様で楽しく踊れるようにですね、皆様が踊れるコーナーも用意していますので、後でみんなと一緒に、踊っていただけたらと思います。はい、そんな感じで今日は、ちょっとねこの暑い中ですね、徳島の南の風を、皆様にお届けしながらですね、徳島チックな夕暮れを楽しんでいただけたらと思います。それではよろしくお願いいたします。
んにちは。こんにちは。改めまして高円寺よりやってまいりました、テンテレンでございます。今ご覧いただきました舞台踊り、皆様いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。今阿波踊りをご覧になられて、皆様阿波踊り踊ってみたいなと思ってくださった方いらっしゃいませんか。はい、はい、ありがとうございます。そんな皆様にはぜひ後ほど阿波踊り教室の最後にみんなで阿波踊りを踊る機会がございますので、ぜひそちらでご参加してください。本日はですね、阿波踊りについて皆様により深く知っていただきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで楽しんでいただけますと幸いです。まず最初に鳴り物のご紹介をさせていただきたいと思います。阿波踊りの魅力の一つは生演奏で踊れることです。そんな阿波踊りの音を支えてくれる鳴り物さん、まず三味線のご紹介をさせていただきたいと思います。三味線は日本の伝統芸術の一つである、三味線は日本の伝統芸術の一つで阿波踊りの魅力の一つ、阿波踊りの魅力の一つでもあります。それではお願いします。Thank you.
も全て合わせて、皆様お聴きください。それではお願いいたします。皆様もぜひご起立いただいて、皆様実際に踊って体験してみてください。阿波踊り、踊り方2種類ございます。男踊りと女踊りがございます。まず踊り方の紹介です。手を両手、肘そしていただき、体の気をつけの状態からまっすぐ上に手を上げます。この状態から膝を少し曲げ、腰を落とします。そしてこのまま前傾になります。この状態で、私が1と申しましたら、右手と右足を同時に前に出します。1、次2で戻します。2、次左手と左足も同じように前に出します。1、2、これを1、2、1、2、右、左、右、左、1、2、1、2、右、左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 、
できたと思います。ぜひ皆様こちらの後ぐるっとこちらを回りますので、その際ぜひ一緒に踊ってください。それではですね、踊る際のポイントが、実は大切なポイントが2つございます。まず1つ目は掛け声です。私たちも先ほどこちらの舞台踊り見て、やっとさあ、やっとやっとと掛け声をかけながら踊っていただきました。この掛け声でみんなで心を一つにして踊っているんです。ぜひ皆様もそちらを覚えていただきたいと思います。まずはテングレンのレインで、お手本をお見せいたします。それではいきます。手拍子手拍子、あやっとさあ、あやっとやっと、あやっとさあ、あやっとやっと、はい、こんな感じでございます。次は皆様も一緒に掛け声かけてみましょう。いきます。Thank you.
楽しい時間もあっという間に過ぎていき、とても残念ではありますが、皆様の夏の楽しい思い出のひとときと一緒に過ごせたら幸いです。改めてになりますが、8月24、25の土曜日、日曜日には高円寺にて東京高円寺阿波踊りが開催されますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。それでは本日はどうもありがとうございました。天気でございました。皆様、高円寺でお待ちしてますよ。高円寺行きます。